橋本東から木の川やったかな。工事中です。まああくまでも6時まで通行止め。それに合わせて大型車が乗り入れてきますので、今5時26分の時点ではタイムと言っていいほど大型車は走っておりません。橋本東から紀の川東ですわ。現在通行止めは、まあ、あくまでも朝の6時までです。橋脚か何かの橋脚ができてから桁をの上げてるのか何をしてるのかわからんけども、曇天ゆえ空が真っ暗です。普段ならそろそろ東の空が白み始めるんですけども、今日は真っ暗くな。
今温度計は9度です。久々の168で南下します。前回は同じように6時まで橿原高田インターチェンジの入り口が閉まっておりましたので、仕方なく R169 で降りていきました。169で新宮に行くと170キロかかります。168で新宮に行くのは150キロ、20キロの差が発生しております。168はまあ、まっすぐ下に下がるから、まあ、最短といえば最短になるんやろな。厚い目の靴下とスパッツをつけてますが、スパッツというかレッグウォーマー、短いやつだね。だけども膝から下がやっぱり冷えてくる。5時33分、五条インターチェンジ前というところです。これは確かに315線だったと思います。これはずっと東進して東の方に進んで24号線旧24号線の本陣に出ます。本陣から168に入って新宮まで一本道で行けます。十津川村を北から南へ抜けます。本陣です。24号線と315線と168か、それが交わるところです。後ろの車計眩しい。警察でも自動車学校でも透明を推奨しているから、眩しいのにな。臨機応変で透明近めにすることを言ってないんやろな。
車線前にも後ろにも車はいません。貸し切りです。貸し切りは怖い。ライトの位置がコーナーやったら前見えんからな、傾いたら。これが上り坂やったらほんま見えない。きつい時は10メートル先が見えない時がある。勘ですわ。というか見切り発車です。あ、見えないでしょ。まで117キロという表示がありました。9度です。上半身はいいのですが、膝から下がやっぱり冷えるな。
か。それだからこの早朝は仕事の関係者が少ないから車が空いとると。ここはフラワーロードやったかな、ちゃうわ、フルーツロードか、あれの分岐でした。これをちょっと行ってトンネル上を抜けたら、あのだったと思います。あのでした。車線は全く車いません。前もいないし後ろもいません。6分。ちょっと空が白み始めた。黒淵です。黒淵の歩道橋。